回でも今日ね、いきなりと見せちゃいますよ。はい、こちらです。はい、やってきました。はい、言ってないですね、ちょっとごめんか。はい、ということで早速いきましょう。おれしの三大コーナー。はい、ということでまずはこちらの方からどうぞ。 OK、Yeahはい、いつもの箱です。開けていきましょう。はい、箱の中に入ったのはです。はい、この箱にこれが1個入ってました。はい、これ、はい、はい、これって何でしょうか。もう出てますけどね。見ますか。バックパックストラップマウントですね。キットフォーオズモポケットと書いてます。はい、じゃあ早速開けていきましょう。取り出して見ていきましょう。はい、ということで、はい、この3つ付属しておりました。つけてこうですね。そしてこうですね。こうか、これ締めていく。なんか GoPro のマウントみたいですね、これね。これ締めてオズモポケット刺す。そしてこのリュックの肩紐とかに挟んでこうつけるという感じですね。こう、はい、こうですね。チャンネル登録お願いします。はい、ということで先ほどのマウントなんですけど、オズモポケットこうつけて、そしてリュックとかの、ほら、これ挟むという感じです。以前紹介した GoPro のデイバッグなんですけど、この肩につけます。こうですね、こういう感じでほら。で、あと角度調整して、ちょっと、こうかな。こうですね、こうです。こういう感じです。こう入れたとしたら、一緒こう歩いていくだけ。こう入れても、ジンバルが調整してくれるので、テープで。とかそういうブレルはないはずです。はい、デイパック用のマウントでした。はい、では次行きます。メリークリスマス。続きましてこちらです。はい、いつもの箱。はい、じゃあフォートレッジ開けていきます。はい、こちら、こういったものです。バッグですね。はい、開けていきます。はい、バッグと言いましたが、キャリーケースとかありますね。はい、これはですね、これ、オズモポケット用のキャリーケースになっております。はい、こういう感じで、いろいろアクセサリーもしまえるということです。はい。で、なんだこれ、どうなってんだ？おー、自分で抜くスタイル？はい、ということで、こういう感じになりました。オズモポケットをですね、まあ、ケースに入れます。そして、これをこのまま入る。
はい、さっきのマウント、はい、おー、入りますね。ボスのポケットになったりを、はいはいはい、コントロールも入る。こうか、はいはい、こちらの純正マウントもなんとか入りました。で、あとこの辺に、はい、ライトニングコネクター、こんな感じで入ります。お、いいじゃん、ほら。で、この辺にケーブルとか入れられる感じになってます。はい、こんな感じで、オズモポケット用ですね、キャリーケースでした。これでね、オズモポケット関係はこちらの方にまとめていきたいと思います。あの日、星が降った日、それはまるでまるで夢の景色のように美しい眺めだった。はい、続きましてこちらです。はい、ね、いつもの封筒に入ってみました。開けていきましょう。じゃじゃん、はい、出ました、オズモポケットのアクセサリーです。はい、じゃあちょっとね、開けていきましょう。いきます。ケース入ってました。開けると、はい、なんかちっちゃいの入ってますね。これです、見えますか。これね、ワイドコンバージョンレンズって言って、画角をね、こう広くするアイテムです。早速ね、ちょっとつけていきましょう。はい、取り付けは簡単、ここにパチッとこうつけるだけ、磁石でつきます。え、電源って言いますね。はい、あー、やべやべ、光った、なんかおかしくなった。ほら、おかしくなった。もう一回いきます。はい、こうなったら、ここにこう、つけるだけ、こう、です。はい。こういう感じで。これでね、約 0.65 倍、記録になります。はい。これをつけた動画をね、今撮ってきますので。はい、ではこちら、ちょっとどうぞ、見てください。はい。なずめんやままいしわわはい、今 DJI オズモポケットのこのね、これを試したいと思います。ワイドコンバージョンレンズです。で、今標準の価格でこれぐらいです。はい、このワイコンをつけたらどれぐらい広くなるのか、ちょっとね、試してみたいと思います。はい、 0.65 倍のワイコンをちょっとね、つけてみたいと思います。はい、いきますよ。カチ、どうでしょう。はい、どうですか、広くなったでしょ。はい、これね、外すとこれぐらい、はい、で、つけるとこれぐらい、ほら、広い広い、 0.65 倍です。はい、ということで、これがワイドコンバージョンレンズです。オズモポケット持ってる皆さんはいかがでしょうか。切られるとかないですよね。どうですか。はい、それそういう感じでした。ワイドコンバージョンレンズ 0.65 倍です。はい、では、で、まあこういうことで、あのオズモポケット用のワイドコンバージョンレンズでした。はい、これね、ちょっとね、活用していきたいと思います。はい。では、とりあえずこれはこれで。はい。です。